あ、ほんと、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズです。いやーちょっとですね、前さ、サビ落とししたじゃん。そこでね、まあ、いろいろ皆さんからご指摘っていうかアドバイスいただきまして、本日はですね、それになります。じゃあ早速行ってみましょう。もうね、大容量ということで、なんかね、前のサビ落としさ、ちっちゃな容量で結構値段高かったんですけども、これ、車のやつとどうも同じみたいですね。これをかけるだけで紫色、ちょっとどっかで試すか、いくぜ、せーの、ついた。これで、ほら、あ、くさ、ほら、こんな感じで紫色になって、これで拭いちゃえばいいかな。まあ、そうすることで、サビがね、まあ、ちょっと薄くなったかな。まあ、ここと比べると違いはわかるよね。まあ、こんな感じでサビ落としにはまっておりました。ただね、サビがきつすぎるときは、てれーんと、はーい。もうこれ、鉄の、まあ、たわしみたいなやつでございます。もうこれでやるのがね、一番楽だよ、ということで、ちょっと試しにやってたんですけども、はまった。すごく気持ちいい。もう結構これだと安くってね、これも数百円程度で手に入ります。もちろんね、アマゾンで評価のいいものにしました。やっぱね、アマゾンのレビュー欄はね、一番参考になる。そんでね、前回、もうこれだけはですね、もう無理だったんですよ。ところがね、いきますよ。ちょっとチャッピくなってるでしょ。頑張ります。どうよ。まあ元からですね、メッキが剥がれるぐらいやられてるんで、ちょっとまあね、効果分かりにくいかもしれませんけども、サビがね、落ちるんですね、これでね。ほんでいろんなタイプあってさ、これとか特に強力そうだよね。うわーすごい。ただですね、デメリットといたしましては、これ鉄で削ってるようなもんなので、いろいろね、痛めます。そこだけはですね、もう仕方ないですね。ちょっと、この分かりやすい場所行きましょう。行きますよ。あ、こっちの方がいいか。行きますよ。ほら、結構すごいでしょこれ。はーい、はい、こんな感じでね、本当にね、よく取れる。これやばくないかこれ。いやこれめっちゃ楽しいんだよね。ちょっと他になんかターゲットねえかな。来たね、網。まあ、これもね、これからのバーベキューシーズンにちょうどいいんじゃねえのかなと思ってるんですけど、まあ、こういったね、焦げ付きなど、まあ、いっぱいつきますよね。それはですね、まあ、もちろん、この鉄がね、傷むことはちょっと置いておいていきますよ。結構こういう黒ずみありますけども。お？見てこれ。ていうかこれバーベキューの片付けグッズに、お前いいな。あ、網でこれからやるときね、これいいな。こんなにね、こんなに効くとは思わなかった。はい。まあ、こんな感じでございますね。いや、これ便利だわ。はい、とまあですね、まあ、いつも通り、まあ、ちょっとしたもの紹介だったんですけども、いかがだったでしょうか。いや、結構ね、この、アマゾンで評価、いったー。結構やっぱ鉄のね、なんか細いやつが刺さるね。やっぱですね、アマゾンで評価のいいやつだったからね、かなりいい。っていうかね、今回サビ落としでやったけど、こういったね、バーベキュー用品の後片付けにもかなりいいかと思います。まあ、これからですね、いっぱいやる方、ほんで最後洗うの大変でしょう。一回焦げつかしてこれでやればね、もうものすごい綺麗になりますから、ぜひよかったら使ってみてください。以上、鉄飛ばしでございました。